こんにちは。今回はね、潜在能力の潜るでいきましょうかね。まあ基本的には潜在能力って別になくって、もしあったにしても一生潜ってる潜在能力なんてのは能力のうちに入んないと思うんですよね。だから全ては全力であって、その程度やる気がなくて全力が出せないのも、それも全力のうちだと思うんですよね。運も実力のうちって言いますけども、実力も運のうちなのかもしれませんよね。さあ、それでね、精神力の話したじゃないですか。私はね、スポーツでいい成績を残せた精神力の高い人がなんでね、人生破綻しちゃったりするのかなってこと、それに対する明確な答えを持っていて、それはスポーツにしか使えない精神力を鍛えていた人、ビジネスに使える精神力を鍛えていた人、全てにおいて使える根本的な潜在的な精神能力を鍛えていた人で、結果が違うと思うんですよ。人によってはね、ビジネスで鍛えた潜在能力が別の分野にも活かせるように応用することができたりするんですよね。だから本来はスポーツで鍛えた精神力や考え方ってビジネスにも応用していかないといけない。似てるようで似てないって言いましたけども、似てるってことはイコールじゃなくて同じものではないってことなんですよね。似てないっていうことは同じものではないってことなんですよね。つまり同じ意味とも捉えられるんですよね。なかなか面白い言葉遊びじゃないですか。まあそれで、スポーツで成功した人がビジネスで使える精神力を鍛えていなかったらどういうことになるかってことなんですけども、まあうまくはいかないですよね。だからといってビジネスで成功した精神力を持っている人が一流のアスリートになれるかっていうと、これも不可逆的になれないですよね。だから精神力だけではダメな部分もあるんですよ。だけども精神力は必要だと思います。で、どんな時でも精神力が強ければあらゆる困難を突破していけるけども、精神力が弱ければ小さな石につまずいただけで立ち上がれないような転倒をするんですよね。だから根底にあるのは、まあ負けん気というかね、負けず嫌いなのかなというところになるんですよ。どんな場面にいても、それこそ不得意分野にいても勝ちまくるっていう言葉が速稼塾の中にはあります。不得意分野だから遅れを取っていいことにはならないんですよ。むしろ不得意分野で戦うことによって、その分野を得意とする人も凌駕するような工夫を使えばいいんじゃないかなと思うんですよね。まさに工夫を。だから戦略があるんじゃないですか。戦略っていうのは、まっすぐ戦ってもダメな人に対して立てるものだと思うんですよ。その戦略の中には奇策もあると思います。まさに私たちは YouTube の王道を全部無視してオリジナルな奇策によってですね、富を得ている、そんな稀有な存在だと言えるんじゃないですかね。今回は潜るというテーマでお届けしました。あなたの潜在能力は何ですか？そしてその潜在能力はいつ生かすんですか？いってらっしゃい。